ここんなこんななです <laughs> 私こうやって外歩いたりするえっんてなんて <laughs> 少しずつですが夏木さんのこと好きになりましただってありがとうありがとうございますあっ風に飛ばされながら空から見てるどういうこと <laughs> <laughs> あの今日風がすごいですよねなんかねすっごいね風を浴びてねわーこんな強い風千葉ではなかなか浴びないよって思ってたらどん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 強くなってってびっくりでした私ははは手袋をしてないですねここんばんんんばばん福袋あお福袋届いただって。 よかった福袋はえっとエマと缶バッジでしたっけ <laughs> 記憶が遠くなってしまうえ相方相方の配信から来ました相方だってえっとなつ希ちゃんサインを近々予約購入しましたありがとう 初めてお名前サイン書くえっ、ー、とついせの名前写真あったああありがとうございます手袋してないえするんですかだから寒いのかなえもっちゃん配信終わ30分あれ 年賀状力作だった本当そうなんかね書いてくうちにね枚数重ねるごとになぜかどんどん凝っていってしまうんですよね私いつも <laughs> なんかだんだんなんか雑になっちゃうんじゃなくてだんだん仕上がってきちゃうんですよね <laughs> えっとえ星綺麗なのえ星綺麗星綺麗なところなのでさっき。 なんだよ何とかの外でってみたら流れ星見つけたラッキーだね本当にすごすごい私ね双子座流星群見たかったんだけどね見れなかったですマフラーしてない <laughs> えだから寒いの夏樹。 だから寒いのかなえ、マフラーも手袋もしてないですよ何もしてないよえ、何も当たらんだってごめんごめんねそう、だんだん力作になっていってしまうんです 入生写真申し込んじゃったのでいつか本名を教えますねあありがとうございますえっ私知ってるよね <laughs> ちょっとね怖い今の「てるるるるるんてるるるんてるるるててる,る,るん <laughs> え聞いたことあるんだけど最後に書いた年賀状が当たったらラッキーだなってねそうだねでも最後に何書いたか覚えてなくてねうーん どれかな最後に書いたのはなんか上にいっぱいキャラクターがいるやつなので当たった方はあの教えてください <laughs> 教えてね星好きなの星好きなのうーんなんか星系空系好きですよ 月とか。うん。防寒対策わかんないんですよね。よく。耐える。これって耐えてる。え、全員分買うの。<laughs> ねえねえ。全員分買うんですか。スイスイありがとう。 防寒の仕方を教えてお部屋暖かい今は暖房を切りました配信するので新潟の冬でマフラーや手袋ないとつらいねやっぱりそうか夏希さん見てると心が温まるし癒されますあらありがとうございますちょっと今少しだけ眠いんですけどね <laughs> 大丈夫眠くなっちゃうかもみんなも一緒に 夏木座流星群マフラーも手袋もしてないの夏木ちゃんすでに新潟人だよ新潟の方はマフラーも手袋もしないのかななんか私コメント読むの遅い。 あ、そう、自分が描いたやつ撮影しておくと記録に残っていいかもってねあの「次出る生写真かな」のチェキのやつは写真撮りましたあの上手にできたやつは写真撮った最初の方だった最初の方はねあの、キャラクターがいないと思います <laughs> あの、キャラクターがいなかったら最初の方のやつ なんか今日髪の毛がすごいんだっけ俺の夏き <laughs> 俺の夏きじゃないですブブー千葉は夜空きれいたまに綺麗ですたまになんか一等星あれあっていうかなが見えます年賀状大吉何個あったえー えー、4個ぐらい4個くらいかな中に入ってるのは大吉中吉末吉と小吉は入れたかあんまり覚えてなくてあと夏吉も入れたし超超超大吉みたいなやつも入れました夏吉ちょっとあのムカつくよね <laughs> <laughs> ちょっとちょっとムカつかないな夏吉 <laughs> そうちょっとあのちょっとえっ、ー、とちょっとムカついたらすいません夏吉の方 <laughs> 1月5日の公演またよろしくねってありがとうございます待ってるね「ねむねむ廃止」にはならないよ頑張って起きておく。 自身のチキン当たるといいなって当たりますように今内容言っちゃいそうだった危な <laughs> 当たりはねーとか言って言っちゃいそうになった危ない危ない毛布毛布持ってない私お布団しかないです毛布買おうはじめまして年賀状全部で10枚だよね あれ10枚11枚 ?11 枚だった気がする10枚多分11枚そう暖房つけないと寒いけどあ言い忘れてましたねちょっと待ってね今日は30分までです 知らない間にミュートされてた知らない間にミュートされていたと、うん、確かに <laughs> 夏吉が当たりかもしれないですね夏吉は1個しか入れてないよ今回の生写真が夏希ちゃんからの初サインだからもっと楽しみだねってそうだね 私あの初めてお名前サイン気合い入れて書くねあああ思い出した思い出したあの今日今日っぽいやつも入れました今日じゃないけど今日っぽいやつも入れましたなんだったっけな今日になりそうだったけど夏希が助けたから大吉みたいなやつも入ってます これもちょっとムカつくやつですね。えーっと、三、えー、枚出たの？ありがとうございます。お邪魔します。<laughs> お邪魔します。えー、っと、そうです。初めて。あ当選中当選者十名。 私が書いたあれ十枚だったかな。三回目ありがとうございますこんばんはえっとツアーファイナルのメッセカスイスイだったよおありがとうございます嬉しいなんかね。 私ねあのサインがねサインのバランスがいい日と悪い日があるんですよね劇場の黒板に書くサインはだいたいバランスがいいんですけどえキ基地の年賀状届きました基地もあありました <laughs> あれ基地書いたっけな基地 サイン入り生写真申し込むねすごい楽しみ宝物にするえありがとうハートいっぱい書いていいのかな <laughs> えあれって一言とか書いていいのかな私たちは名前とサインだけかなえー、とえー、とえ <laughs> 残りの1枚おいしくいただいちゃってるよねこれもしかしてもしかしてえっとサイン入り生写真は好きなこと書いていいんだよえってことはさあのマッキーのさ細いペンでさびっしり書いてもいいの大好き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  一見大好きかと思ったら一個嫌い入ってるみたいなのに、ね。ハートいっぱい分かったハートいっぱい書くねえー、っと本名分かるかなえわ、ー、分かんないかも本名 こんばんこんばんは,ーこんばんはー <laughs> 確かに顔さえ隠さなければねメール返信に本名とニックネームを書いて送りますねあありがとうございます覚えるね負担にならない程度にじゃあうーんどうしようかなでもそうだよね うーん何を落としたか忘れたんだよねえやり直しになるのやだ <laughs> やり直しになるのは嫌だ推薦も買いますねありがとうえー、っと私は何を書くのかな返信で書いてくれるあ 嬉しいそれはわかりやすい負担にならない程度で一言だったりしてうんさすがにあの細ペンで大好き大好きはやらないかもしれないですけど <laughs> えっと「斜めの返信でこの返信に送って」って応募するといいかもん ん村長のことはるちゃんと呼べるようになりましたかえー、っとい,いえ夏希 <laughs> ちゃんから初めてのサイン入り生写真になるから楽しみだよってああ嬉しい楽しみにしてくれてるよし本気だっそう <laughs> フォトイート用の書いてほしいフォトイート何それフォトイートもうぽチっと一言でもなつきちゃんが名前書いてくれるだけで嬉しいじゃあ名前を20個くらい書こうかな <laughs> 20個くらい書こう 配信でクリスマス公演見てよなつきちゃんが一番オーラーって存在感ええー、褒めすぎじゃないですかそれは <laughs> 嬉しいけどねふふ <laughs> ってしちゃうけどねこのメールの返信で本名とニックネームを書いて送ってくださいとお願いするのがいいかもね確かにでも嫌ですって言われたらどうしよう教えませんってこんばんは 美味しいご飯の隣に並べるやつあーなるほどねご飯食べる時に一緒に載せる写真的なえー、じゃあそれは「いただきます」って書いたらいいの「<laughs> 今から食べます」って書いたらいいのかな <laughs> 待ってわかんないやり方えっと、うん、今日今日のご飯 <laughs> 私がえどうしよう 難しいな福袋の年賀状ありがとうええ年賀状届いたのありがとうこちらこそ朝まであと3ヶ月だけどもうドキドキするねっ待っててね楽しみに頑張って本気で書く おいしいねっていきな知らんけど <laughs> えやだー <laughs> やだーやだー <laughs> 手書きとは思えない丁寧な年賀状でしたね、はい、ありがとう嬉しいですということは後半組かな おサイン特典の決済完了したので春が楽しみになりました早く届いてほしいなだってありがとう楽しみに待っててねバランス上手に書くねえ五5枚以上申し込んだ人には「萌えキュンゼリフを書けます」とかないの <laughs> えー、うーん「萌えキュンゼリフ」 マイキャンゼリフが思いつかないですよね。福袋の生写真なつきちゃん引いてありがとう。ありがとう。お邪魔します。えー、うん。今日のご飯になつきを添えて。<laughs> なるほどね。 じゃああれかえー、っとごめん言いたいこと忘れちゃった「夏樹俺だですくれ」じゃなくて「なになになつきだ愛くれ」ってかあ求める側かああれ反対側ってことだねこの前のニコ生配信の時あれはねもうね あの記憶から消していただいてお願いします私あれ本当に <laughs> 頑張ったんだけど <laughs> ちょっとねそういつも避けてきたけどあの時はこれは避けてはいけないと思って覚悟を決めて頑張ったんです。 マイキュンセリフすみません、領収書くださいとか全然思えないじゃん <laughs> 全然思えないけど <laughs> ファイナリストずっ <laughs> この前のニコダ配信が本当のなつきちゃんだと思いますえっ違いますやめてください違いますえなんだかんだノリノリだったでしょ <laughs> えっえバレた <laughs> なんかね <laughs> 一回やるやり始めるとノリノリだよねなのであの元に戻ります今頑張って私を「せ」とかあちょっと「つん」が入ってるね頑張ったでしょう 夏希ちゃんのチェキ当たったありがとうあらそうなんなかねチェキ何枚か書いた気がするんですけど何枚書いたか忘れちゃいましたありがとうえすい,すいあのあ,あざとくないですちょっとあのダメです <laughs> もう最初にやり直したのがめっちゃ可愛かったちょっとね間違えちゃったあチェキ5枚なんだ 5枚なんだねあの3期生の中だけでやった萌え台詞の時は普通に緊張してたんだけど全体の萌え台詞の時は本当に手の先までビリビリでした。 あえー、っとすごいなんか年賀状とチキと当たった方が続々とありがとう大事にしてくださいいっぱい好きありがとうどうしよう手が寒い手が寒いよ <laughs> 雑すいすいじゃないですあのねななみさんがすごく優しかったお話をしたいんだよねあのリハーサルの時に私があのちょっと2人分くらい離れたと3期生とのん3期生が一列に並んでて 2人分くらい離れたところに夏きが座ってて別になんか何かあったとかじゃなくて普通に座ったらそうなってただけなんですけど七海さんがあの隣に座ってくださったんですさっと優しすぎてびっくりしました後から気づいたそういうことだったんだって 伝わるかな？すごく優しかったんです。飾っておきます。ぜひ飾ってありがとう。初めて14日になつきちゃんのおしゃべり会あるんだけど、萌えセリフしてくれる？え <laughs> えじゃんけんで買ったらね。じゃんけんで買ったらするね。じゃ。 そう、よかったねそうなんですなんか思ってしてくれたのかすっとさりげなくしてくださって優しかった燃 <laughs> 萌えぜりふをかけたじゃんけんだと超絶強くなるなつきちゃんそう知っていますか私のこの あの伝説の右手を知ってますか皆さん。第1回はえっと投げキッスをかけたじゃんけんだったんですけど私あの1回だけ負けたけど他全部勝っててその1回負けたのも同じ方が何回もじゃんけんして最終的に負けたんです。だから私はあのじゃんけんけ しなほうがいいんですよ多分皆さん <laughs> じゃんけんしないほうがいいと思います勝っちゃいますよ <laughs> とてつもなく強いよね私そうなんですなんかもえセリフ萌えセリフねこれあの問題があるよね投げキスだったらその場で終わるけど あの言葉だと周りに聞かれてしまう可能性がありますよね隣の子とか怖い <laughs> 次は絶対任すだって怖いいいえ勝ちます勝ちますよ早苗さんみたいに一回じゃんけんしてもらえませんかいいですよ じゃんけんしますかあでもこれは何もかけてないですよだってみんな嘘つくから <laughs> 最初はグーじゃんけんぽい今何もかけてないけどどうですか <laughs> えちょっといいあれ パー、グーグーパーチョキーパーあ私結構勝ってるんじゃない <laughs> 結構勝ってるんじゃないですかねこれは <laughs> これ勝ち勝ちの方が多い気がするね <laughs> これ違うじゃん <laughs> え結構さ負けてる人いるよねえ <laughs> すごい私やっぱりえっ普通に負けたでしょ私やっぱりえっ、ー、えー、どんな右手してるんだろうしまっておこうやっぱり私強い強い <laughs> 引き分けの引き分けは私の勝ち扱い負け扱いです そうなんかじゃんけん強いみたい。これまでじゃんけん強くなかったんだけどさ。なんか急にじゃんけん強いえ強すぎる。怖っ,っていう感じです。じゃあもしあの？あれですね。おしゃべり会で萌えゼリフをしていただきたい方は、あのじゃんけんあので。2回勝ったらでお願いします。 私多分勝つんですけどね左手は弱いよ左手それではそうだね32分ありがとう一回じゃんけん大会になったもん私 <laughs> えいきなりじゃんけんするとパワー出す人多いの同い年ですわあありがとう同い年ありがとう 嬉しい。フレンドフレンド。えー、っと。<laughs> ごめんなさいね。じゃんけん。なんかあのレーンすごいじゃんけんしてるってなっちゃうよね。私がじゃんけんしてたら。それではちょっと先に壇上読みます。ごめんね。ちょっと押してしまった。いきます。13位。ふーちゃん。ありがとう。 ややめとこ12位みなみかわちーぼうさんありがとうございます。11位ハブトゥーセーブさんありがとうございます。10位富之助さんありがとうございます。9位ちょうちゅうるさんありがとうございます。8位あさゆきさんありがとうございます。7位高ピオさんありがとうございます。6位すいずりゅうせいさんありがとうございます。 五位グッピーさん、ありがとうございます。四位ナオくんありがとうございます。三位ミッチーさん、ありがとうございます。二位ソルさん、ありがとうございます。そして一位は、カランコロンさんです。ありがとうございます。見てくださった、皆さん、コメントをくださった、皆さん、ギフトをくださった、皆さん、ありがとう。それでは、えっと、最後に左手でじゃんけんをしたいと。 思います。行きます。最初はグ、じゃんけんぽい。私は左の強さと弱さを知らないんですよね。右が強いのは知ってるんですけど。ちょっと待ってどう。<laughs> ちょっと見てた。あ、え負けっ。あ勝ってる。うん。 同じくらい。<laughs> ああ、負けた勝った。あ、どうしよう。どうしよう。じゃあ、えっと、本番は右手でいきたいと思います。あ、負けたけど、萌え台詞、はよ。そっちですよ。そっちが萌え台詞ですよ。<laughs> え、面白いね。え、じゃあ、はい。待って、待って。最後、最後。あの。 あのおしゃべり会で萌燃えゼリフでじゃんけんした場合私が勝ったらあの皆さんが萌え台詞をお願いしますこれでちょっとじゃんけんをするか迷う方が <laughs> あの <laughs> これで簡単にじゃんけんできなくなりました <laughs> 思いいふ待ってますよ私聞きたいので <laughs> いつでもお待ちしておりますのでじゃんけんする時はお気をつけてくださいえっすごい33%の確率でどうやって33%って出したのすごい天才だはい というコートで終わります。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。じゃんけんするときは気をつけてね。おやすみバイバイ。やんなきゃおやすみ <laughs> おやすみバイバイ